はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。ランドクルーザー 300GRS でドライブしてるんですけども、やっぱりランクルといえばね、盗難が怖いんですよね。ということで今回は私がやっている車の盗難対策、まあ、ランクルに限らずレクサスとか輸入車とかでもやっている盗難対策っていうのをご紹介させていただければと思います。まあ、大前提としてね、窃盗団に狙われてしまったらもうどんな対策をしていても盗まれてしまうというふうには言われていますけども、まあいろいろなね、抑止力とかも含めて、私が今、施している対策っていうのをご紹介していきたいと思います。まずね、ランクルにおいては見えるところに置かないというのがありまして、シャッター付きのガレージに停めています。まあ、これがまあ一番間違いないというか、目につかないというところにおいては、抑止力というところでは効果があるかなと。まあ、ただね、最近首都圏を中心にシャッター付きガレージの需要が高まっているせいでですね、なかなか空きがないということで、私もなんとか1台借りれてるんですが、借り増しをしたいと思っていても空きが全然ないんですよね。っていうのは困っているところで、まあ例えばシャッター付きガレージに入れていたとしても、どこかに連れ出している時に取られちゃう可能性はありますよね。例えばファミレスとかショッピングとかをしている間に、そういうショッピングモールとかの駐車場で取られてしまうという可能性は、まあ、結構高いですし、GPS とかをですね、なんか見えないところに仕掛けられて、バンパーの裏側とかに仕掛けられて、自宅が割り出されて、後日夜間に盗まれてしまうという事案もあるらしいですし、さらに後をつけられて、まあ、自宅が割り出されてしまうということもあるみたいなんで、まあ、結構そのあたりは私も神経質に後つけられてないかなとかっていうようなのを警戒しながらですね、自宅に戻ってくるようなことをしています。あとやっぱ自宅に停めていても、ショッピングモールに停めていても、コンビニに停めていても、リレーアタックっていう盗難、これが一番簡単に盗まれてしまう手段なんですけども、まあ、スマートキーっていう車の鍵ですね。でこれを持っていると、あとは家の中に置いてあると、でそれを電波をですね、なんか傍受して増幅させて、でそれを車のところまで電波をリレーしてですね、中継して、で鍵が開いてしまってエンジンもかかってしまうというリレーアタックという盗難の手段があるんですね。なので例えばショッピングモールとか、そういう駐車場で窃盗団が見張っていてですね、でいい車が止まったぞと、で降りてきた人の後をつけてですね、で電波を、スマートキーの電波を傍受して、それを飛ばして車まで何人かで中継をしてですね、で車の鍵が開いてエンジンがかかって盗まれちゃうっていうことがあるそうです。でこれが一番簡単な盗難の手法のリレーアタックと。これ自宅に車を置いてあっても、要は家の外からアンテナでスマートキーの電波を傍受されてですね、それで盗まれてしまうということもあるみたいなんで、家の中に鍵を置いててもダメなんですよね。だからスマートキーの、リレーアタック対策として私が開発したのが、日本のものづくりを応援するプロダクトとしてワンソクチューブが、企画しているモノビリティというね、日本のものづくりのものと、モビリティのビリティを掛け合わせた造語、モノビリティという、ブランドを立ち上げてですね、まあ、それの第一弾として岩手県の漆塗りの企業さんとコラボしてですね、職人の手塗りで、そのモノビリティのキーガレージ、鍵の入れ物ですね、鍵のガレージと、鍵専用のガレージっていうのをアルミ削り出しで作って、岩手県の漆職人さんが手塗りでその上蓋にね、国産漆も贅沢に使って、仕上げてくれた伝統工芸と家用品の合体したプロダクト、モノビリティのキーガレージっていうのを作ったんですが、まあ、これに鍵を家の中で入れておけば、アルミの削り出しの筐体になっているので電波を完全に遮断されます。なので、その中に鍵を入れておけばですね、スペアキーは例えば電源を切っておくとかですね、
電池を抜いておくとか、あとはスペアキーも一緒にキーガレージの中に入れておくとかすればですね、家の中に置いてある鍵ではリレーアタックを防ぐことができるという、そういうプロダクトをね、企画して、販売しています。それの、商品は今ね、上坊寺漆産業さんの、サイトで買えますので、それもね下の概要欄リンク貼っておきたいと思いますので、鍵をね家の中でも大切にしたいというね、文化にしたいというのと、日本のものづくりを応援したいという気持ちを込めてですね作った商品ですので、日本のものづくりを応援したいと思ってくれる方はですね、一生ものですので、車が変わっても、キーガレージはずっと使えますんで、一生ものとして買っていただけると嬉しいです。家の中ではそのねキーガレージに入れればですね、電波を遮断してリレーアタック対策ができるんですが、じゃあ外にいるときどうすんのよ問題っていうのがありまして、まあ例えばコンビニにちょっと出かけてトイレに行ってる間にリレーアタックで、もうリレーアタックだと5秒で盗まれちゃうわけですよ。電波を傍受してピッて言って開いて、そのままエンジンがかかって逃走されてしまいますんで、あのショッピングセンターとかなんか買い物とかレストランとかで食事してる間にもう秒で盗まれてしまうと、そうなると本当に防ぎようがない、狙われたら防ぎようがないので、じゃあどうするのかという問題があります。でそこで結構市販品でですね、スマートキーを持ち歩くときに、リレーアタック対策として入れておける、電波が遮断できる、鍵の入れ物っていうのが売られています。でその中で私が今使っているのがですね、まあ私がいつもお世話になっているあのスマホ守るくんの企業さん、スリーピースさんっていうね、企業が、作った最近発売された、商品なんですが、まあポーチのような形になっていて、中にねアルミの処理が施されていて、その中に入れておくと、まあスマートキーの電波が遮断されて、で持ち歩いている時にもリレーアタック対策になると、電波が傍受されないという商品になっています。まあちゃんとね鍵が、他の鍵とか家の鍵とかも付けられるように、こういうキーホルダー形状になっていたり、ポーチみたいな感じでね、ベルトに通して使えたりとか、移動している最中とかですね、出かけている時のリレーアタック対策として、まあ鍵をその中に入れておくと、まあリレーアタック対策になるというね商品があります。このシグナロックを使って、外にいる時は、リレーアタック対策しています。まあ、ちなみにですね、トヨタ車においてはですね、実はその節電モードっていうのがありまして、スマートキーのですねロックボタンを長押ししながら、解錠ボタンですね、鍵を開けるボタンを2回カチカチと押すと、赤いランプが4回点滅して節電モードっていうのになります。そうすると電波を発しないモードになるので、あのスマートキーを持っていても鍵が開けられない状態になるという、まあ、リレーアタック対策のやり方もあるんですが、これ残念ながらトヨタ車以外ではあのリレーアタック対策モードの節電モードがない鍵がほとんどであったりとか、あとはレクサスとかにおいてもあのカードキーにはですね節電モードが用意されていなかったりとかするので、まあ、そういう意味でも何かその外に車の鍵を持ち歩くときにですね、リレーアタック対策をするものがあった方がいいと、まあ、そのために、まあ、今回シグナロックというのを購入させていただいて、まあ、移動中は鍵をそれに入れて、電波を遮断して、安心してですね、まあ、ファミレスに行ったりコンビニに行ったりサービスエリアに行ったりというのができているという商品があります。まあ、これによってね、あの秒で盗まれてしまうリレーアタックっていうのは防げると。ただですね、リレーアタック以外にも盗難の手法っていうのがありまして、まあ、ほぼ狙われたら、防ぐことができないと言われているようなキャンインベーダーであるとか、なんかコードグラバーであるとか、いろいろな盗難の手法があって、助手席側のねホイールハウスの裏側を切って、あの配線を引っ張ってきてですね、それに接続して、エンジンがかかってしまうというような、まあ、キャンインベーダーっていうキャン信号を侵略するっていうね、そういう手法もあったり、それやられちゃうとほぼほぼ防ぐことができないとかっていう風に言われたりとかもしてるんですが、まあそれはねさすがに
ファミレスとかでキャンインベーダーとかの作業してる人いたら、まあよっぽどね、なんか暗いところの夜の端っこの方の駐車場とかだったら盗まれる可能性ありますけど、人目があるところだとなかなかね、そういう作業っていうのはしにくいと思うので、やっぱり一番その表に置いといてさっと取られちゃう盗難手段としてはリレーアタックが一番ポピュラーだと思うので、まあ、それをね防ぐには何かしらのこう電波を遮断する必要があるということで、私は家の中ではキーガレージ、外ではシグナロックっていうのを使って、まあ、一応盗難対策をしているという感じになります。まあ、ただそれでも完璧ではないので、合わせてですね、ハンドルロックとブレーキロックまでランクルにおいては施してます。まあ、これも自宅とかですね、止めててキャンインベーダーでエンジンがかかってしまったらですね、電動ノコギリみたいなので切断されてしまうと、まあ、ものの1分とかで、切れてしまうというような話なんですが、まあノーガードで置いとくよりは、まあ、お守り感覚で多少なり手を煩わせてやろうと、ちょっと面倒くさそうと思わせる、まあ、効果、まあ、抑止力ですよね。本当もう気休め程度だと思うんですが、まあハンドルロックとブレーキロックもつけてます。まあ、特にねその屋外、その出先で止めておくときには、まあ、ハンドルロックぐらいお守り感覚でつけておくと、まあ、人目があるところに止めてればですね、そこに電ノコでギーンって取ってるやつがいれば、まあ、他の人の目がつくので、まあ、抑止力にはなるかなという意味でつけていると。例えばホテルとかにですね、今回も、東北にランクルを連れ出して旅行にしたんですけれども、そういうねホテルとかの駐車場であれば、まあ、さすがに電ノコでギーギーやってればホテルの人が気がつくと思いますんで、まあ、それで、まあ、多少なりの抑止力にはなるかなということで、まあ、今回は、それで、対策したと。で、シグナロックに入れて、ホテルでチェックインをして、でハンドルロックでもロックしていると、まあ、二重のロックという形に、まあ、なっているというので、出先の防犯対策っていうのは施しています。まあ、これはランクルだけでなく、他のレクサス NX であるとか、まあ、ちょっと高額車両、あと盗難されやすい車に関しては、まあもちろん家の中ではキーガレージに入れて電波を遮断して、で出歩く時には節電モードないしはシグナロックに入れるというようなことでやって、あとはハンドルロックももちろん装備しているというような状態で、私は盗難対策しています。でランクルにおいてはブレーキロックまでしているというような感じですね。まあ、ちょっと面倒くさい、ちょっとでも足止めの時間がかかるというような、状況にしています。あとはシャッター付きのガレージにアルソックは入れていると、まあ、アルソックがね到着した時には車がないというような状態だと思いますけど、まあ、多少なりね嫌がらせの意味ぐらいな感じでつけているというような感じですけども、まあ何にもしないよりはいいかなという感じで、そのアルソックとかね、ハンドルロックとかはしてますが、まあ、一番怖いのがリレーアタックで5秒で盗まれちゃうっていうのが一番怖いので、それは本当出歩く時とかはですね、本当にコンビニで盗まれたっていう話もフォロワーさんとかから聞いたりとかもしてるんで、そんなことあるのって思うんですけど、あるらしいので、本当ちょっとの間でも注意してください本当に。なのでそういう意味でもね、シグナロックで、リレーアタック対策しておくと良いんじゃないかと思います。ということで、今回は私の、車の盗難対策アイテム紹介しました。でシグナロックの詳細は、下の概要欄、そしてトップコメント固定で貼っておきますので、それねぜひチェックしてみてください。安いね中華製のやつとかもあるんですけども、見た目もね結構シンプルで素材感も悪くなかったんで、まあ、どんな方が持ってもそんなに悪目立ちするような感じでもなく、キーホルダーのね、こういうパチってつけるやつとかもあったんで、家の鍵とかをカチャってつけるのも、つけやすいですし、複数台持ってる方はですね、そういうのの取り外しも楽にできるような作りになっていたので、おすすめですね。まあ、これがあると、まあ、転ばぬ先の杖という感じで、出先でもリレーアタック対策になるよというアイテム紹介させていただきました。車でもカー用品でもね欲しいと思った時は買い時ですし、もう盗まれちゃったら後悔先に立たずなので、もう一刻も早くねリレーアタック対策ぐらいはやっといた方がいいんじゃないかと思います。それでは次回のワンタッチチューブもお楽しみに。